日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。ほんとだよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか？という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、
2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね、日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの位置に一式地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民1人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは1人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも1人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した人に一式地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその真逆で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？
と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ脳量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した、AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、ハンファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、AESAレーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。AESA、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたと見られているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。AESA 能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる下機管制用のアクティブフェイズドアレイレーダーのことだな。
アメリカではノースロップ・グラマン社製で F-35 に搭載されている AN/APG-81、そして F/A-18E、F スーパーホーネット搭載のレイゼオン社が開発した AN/APG-79 などが短期距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップ・グラマン社とレイゼオン社が開発した AN/APG-77 では短期距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短期距離 110km の J-APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F2 戦闘機に搭載された AESA であり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短期距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J-APG-2 の開発が進められているよ。そして、中国では2000年に KLJ-7 と呼ばれる AESA を実用化しており、これの短期距離は 110km で現在はより高性能な KLJ-7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能、AESAでは短期距離 400km とされているんだ。これまで、AESAを自国で開発したことのない韓国製レーダーは、これらよりも高性能であるとされているらしいけど、2019年9月27日の中央日報日本語版では短期距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月にハンファシステムズ社が KF-21 に地形追証、地形回避システム TF-TA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今更何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では、製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして、中央日報の配信記事では KF-21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した。低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、ひし形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし、中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に階の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、階段話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装蔵も必要に応じて製造できるよう準備したと海側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装蔵がなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになりステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。そして防衛事業庁関係者団として現況でも F-A18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF-21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF-21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。
KF-21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだー。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている。豆知識博士のお前でも、このネタは知らなかったようだな。違うもん。他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕、イクラの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。日本の海上自衛隊の次世代潜水艦がとうとう原子力潜水艦を超えてくる存在になってきたんじゃないの？世界各国では定番の原子力潜水艦だが、日本はやはり軍事目的で原子力を使用するのは難しかったからな。世界の原潜に対抗できるだけの通常動力エンジンの潜水艦開発にこだわってきたのが、とうとう日の目を見ることになったのか。日本はもともと潜水艦の建造においては世界でもトップクラスだったからね。それが今回、日本で建造された最新鋭の潜水艦が世界でも注目されてるんだ。何でも日本が建造を進めている次世代型潜水艦には、日本政府が敵基地攻撃能力を装備させる方針のようで、まだ詳細までは明らかになっていないんだけど、人に意識誘導弾を搭載したい潜水艦兵器として建造するようなんだ。専守防衛を掲げる日本の自衛隊が、敵基地攻撃能力とは一体どういうことなんだ？確かにそうだよね。どういう用途で最新鋭潜水艦は運用されるんだろうね。確かに気になるところだね。今回は日本の最新鋭次世代潜水艦について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。日本の次期型潜水艦は、一部の軍事ジャーナリストの間では、原子力潜水艦を超える性能ではないかと噂されてるんだ。通常動力型潜水艦であるにもかかわらず、静粛性などが、世界の原子力潜水艦と比べても遜色ないどころか、上回っていると言われてるんだよ。現在運用されている潜水艦でもこれだけの、ハイスペックなのに次期型はさらにそれを超えてくる性能なんだよね。日本の潜水艦建造技術は今現在でも、世界のトップレベルだと言われてるからな。さすが日本の技術力だね。誇らしいよね。2022年現在で、特に海上自衛隊に配備されている、潜水艦の中では大雄と東雄だね。そしてなんといっても最新鋭の潜水艦大芸が注目されてるよね。この大雄と東雄が注目を浴びている理由としては、従来のスターリングエンジンではなくリチウムイオン蓄電池を利用した、新しい動力性能を有していることなんだ。でも以前のスターリングエンジン搭載の潜水艦が悪かったわけではないよ。一つ前のモデルの星流に搭載されていたスターリングエンジンは、導入時点では世界でもトップの性能で特に静粛性という点では世界最強だったんだよね。これは間違いなく日本の技術者たちの努力の結晶だよな。日本の技術者たちの諦めない気持ちと、執念が実現させた世界最高峰のエンジンだと言われてたよね。そうだね。潜水艦は長時間潜航することが当たり前で、それだけに危険とも隣り合わせ、現代の防衛では欠かせない兵器だよね。だから技術者たちの思いみたいなものも半端ではないと思うよ。潜水艦は隠密性を高めるために、駆動音が大きい通常型エンジンではなく、電力で駆動するモーターが必要不可欠。その電力を安定的に供給するとともに、静粛性と長時間駆動を両立させたのがスターリングエンジンなんだ。アメリカ現役潜水艦部隊の司令官が実際に艦に乗り込み、視察するぐらいだから注目度は半端じゃなかったよね。
それだけ評価が高かった潜水艦よりも、最新の潜水艦は高性能ってことなんでしょ？やっぱり日本ってすごいや。そうだよな。一体どれだけ進化するんだよ。2022年現在、最新鋭の潜水艦は大芸なんだけど、今は最終段階の訓練を行っていて、2022年3月には正式就航予定なんだ。現段階ではどこに配備されるかは決まってないみたいだね。最新鋭潜水艦の大芸のスペックは分かってるのか？確実に総流型や応流型は上回ってくるだろうけど、現段階ではあくまでも推測なんだけど、水上排水量3000トン、水中排水量4300トン、全長84メートル、全幅9メートル、全高10メートルで出力6000馬力、水上13ノット、水中20ノットの速力と総流型と似たようなスペックだね。一つ注目点が、総流型の1番艦から10番艦までの10隻は、出力8000馬力程度のスペックなので、数値上では馬力が落ちてるんだよね。何それ？スペックダウンしてるじゃん。もしかして機体外れとか？いやいや、馬力がダウンしたことが直接性能ダウンとは限らないよ。そうだね。車なんかでも馬力ダウンしてもトータルで速くなることも多々あるんだからな。もう少し話聞いてみようぜ。うん、その通りだね。馬力が落ちたからといって大芸の性能が不足しているとは言えないよ。鉛製バッテリーに比べて高速充電と持続力が向上したリチウムイオン蓄電池を採用したことで運用効率は飛躍的に向上したんだよ。これにより航続距離も格段に向上したことで、より遠方の敵に向かって攻撃が仕掛けられるようになり、防衛に必要な持続性能も得られたんだ。確かに馬力がダウンしても性能が向上したのは分かったけど、やっぱり他国の原子力潜水艦にはかなわないんじゃないの？そうだね。性能面で海上自衛隊の通常動力型潜水艦と比較した場合では性能向上や運用面のメリットは増えたけど、原子力潜水艦には出力や速度で劣っているのは確かだね。やっぱり原子力潜水艦にはかならんのか？何も悲観することはないよ。そもそも他国の原子力潜水艦とは用途が違うからね。隠密行動で敵に見つからないように敵に近づいて攻撃を仕掛ける原子力潜水艦に対して、日本の潜水艦が行うのは、簡単に言えば潜伏戦術ってことだね。原子力潜水艦がどんどん攻めていく潜水艦とするならば、日本の潜水艦が守りに重きを置いた潜水艦ってことか。そうだね。チョークポイント、キルポイントと言われる地点に潜んで、敵艦を待ち伏せするというものだね。海上自衛隊の場合は他国の潜水艦と違って対地攻撃用ミサイルを実装していないので、対艦攻撃用のミサイルのみで対抗することになる。だから攻めの戦術じゃなく守りの戦術しか取れないんだよね。あ、専守防衛か。そう、日本の自衛隊は先制攻撃を仕掛けることはないからね。これは仕方ないことなんだよね。そりゃそうだよな。日本が敵国に侵攻して攻撃を仕掛けるなんてことは、ありえないし、あってはならないことだもんな。考えてみれば、これだけの技術力がある日本なんだ。原子力潜水艦だって作ろうと思えば作れるのさ。それも日本の技術力を駆使した最高の潜水艦をね。でも世界唯一の被爆国の日本はやはり原子力を軍事的に利用するのは難しいんだよね。北朝鮮や中国などの軍事的な圧力が日に日に強まっている中で、日本政府は専守防衛に徹するだけでいいのか？あるいは敵基地攻撃能力を実装し将来起こり得るかもしれない有事に備えるべきなのか、はっきりと方向性を示す時なのかもしれないね。今の中国や北朝鮮の日本に対する圧力を考えれば、先制攻撃を受けることも考えられないことじゃないもんな。日本が敵基地攻撃能力を実装することができれば、中国や北朝鮮に対して抑止力になることは間違いないもんな。でもさ、やっぱり日本の自衛隊が敵基地能力を実装することは、世界でも日本国内でもすごい反発が起きそうだよね。本当に難しい問題なんだね。うん、そうだね。敵基地攻撃能力を実装するのは今の段階ではかなり難題だね。だからこそ日本が得意とする潜水艦の開発建造で、他国の潜水艦よりも、高性能な潜水艦を作ることでそれ自体を抑止力にしていくしかないのかもしれないね。でも、日本政府もそろそろ他国とのパワーバランスというものを考えて、アメリカに頼るばかりじゃなく日本の自衛隊のも敵基地攻撃能力の実装を考える時が来てるんじゃないかな？もちろんそんなものを使わないことが一番いいんだけどね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。さあ今日も雑学の時間が始まったよ。イエーイ、待ってたね。聞きたい？
それじゃあ今回はビールについて話してみようか。みんなはビールをよく飲むかな？仕事終わりにお店などで飲むビールや週末に家でゆっくり飲むビール、とても美味しいよね。ビールなら何杯飲んでも酔わない人や、ジョッキで何杯も飲むという人もいるよね。でも、水やジュースだとたくさん飲むことができないのに、ビールだとたくさん飲める印象があるのは不思議だよね。それじゃあ早速ビールが水やジュースなどに比べてたくさん飲める理由について解説していこうか。ビールは炭酸飲料だから、水や他のお酒に比べてもお腹に溜まりやすい気がするよね。実はビールが水などに比べてもたくさん飲めるのにはちゃんとした理由があるんだよ。水は、胃に入ってもほとんど胃の中では吸収されないため、腸の方へと流れていくまでは胃の中に溜まってしまうんだ。ビールにはアルコールが含まれていることから、胃でアルコールを吸収するときに水分も一緒に吸収するんだ。そのため、水に比べてビールは胃に溜まりにくく、たくさんの量を飲むことができるんだ。さらに、ビールに含まれているケルシトリンという成分には利尿作用があり、アルコールの利尿作用と合わせて、トイレに行きたくなる頻度が高くなるんだ。トイレに行って排泄する頻度も水に比べると高いことと、胃に溜まりにくいという状況も合わさって、ビールはたくさん飲めてしまうんだ。さて、様々な事柄の世界一が記載されたギネスブックは、ビール会社が作っていたのは知ってたかな？え、そうなの？ギネスビールの代表取締役であった、ビーバー氏が仲間と狩りに行った時、世界一速い鳥はヨーロッパムナグロとライチョウ、どちらだろうという議論になったんだ。狩りが終わって酒場へ行ってからも、ビールを片手にこの話題で盛り上がったそうなんだ。その時、ビーバー氏は様々な世界一を集めた本があれば話題になるのではないかと考え、ギネスブックの発刊に至ったんだ。以上、ビールが水に比べてたくさん飲める理由でした。今日もありがとう。でも飲みすぎないよう気をつけようね。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ありがとう。国産自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層隊、アンマンド・アンダーシー・ビークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展 Sea Japan 2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って？フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。艦隊サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今回域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、
沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦もがみよりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは1番艦もがみの機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。もがみ型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった大気雷戦能力の導入がもがみ型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な大気雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、大気雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのが最上型護衛艦なんだよな。最上型護衛艦は、その強力な主砲火力という UV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、および敵前掃海に対応するとみられており、そのために各種装備品が搭載されているよ。大気雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、大気雷戦ソナーシステム OQ91 で、大気雷戦において、可変深度式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらに最上型護衛艦の大気雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層体アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ-5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自律的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈底機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ-5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット REMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ-1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ-3 として運用しているほか、REMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ-2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ-4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ-5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ 900kg の大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットで9時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 舵によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ-5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈底機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、探知に優れた高周波合成海溝ソナー HFSAS-AMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成海溝処理画像を統合することで沈底機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。
このように2周波の合成開口ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZ-5 が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの練度らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZ-5 の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、多国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく多任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した、AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、ハンファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、AESA レーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、
フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。エーサ、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたと見られているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。エーサ能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる火器管制用のアクティブフェイズドアレイレーダーのことだな。アメリカではノースロップグラマン社製で F-35 に搭載されている AN/APG-81、そして F/A-18E、F スーパーホーネット搭載のレイゼオン社が開発した AN/APG-79 などが短距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップグラマン社とレイゼオン社が開発した AN/APG-77 では短距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短距離110km の J-APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F2 戦闘機に搭載されたエーサであり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J-APG-2 の開発が進められているよ。そして、中国では2000年に KLJ-7 と呼ばれるエーサを実用化しており、これの短距離は 110km で現在はより高性能な KLJ-7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能、エーサでは短距離 400km とされているんだ。これまで、エーサを自国で開発したことのない韓国製レーダーは、これらよりも高性能であるとされているらしいけど、2019年9月27日の中央日報日本語版では短距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月にハンファシステムズ社が KF-21 に地形追証、地形回避システム TF-TA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今さら何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして中央日報の配信記事では KF-21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した、低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、菱形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし、中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に2階の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、階段話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装クラも必要に応じて製造できるよう準備したと海側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装クラがなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになり、ステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。
そして防衛事業庁関係者団として現況でも F-A18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF-21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF-21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。KF-21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだー。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている。豆知識博士のお前でも、このネタは知らなかったようだな。違うもん。他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕？イクラの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。敵基地攻撃能力の保有について、日本政府が必死に検討していることは、すでに多くの軍事アナリストも承知しているよね。国民の間にもその話題が周知されつつあるし、一部の左翼系活動家が戦闘反対と煽っているのもあって、少しずつ話題になりつつあるよな。ここに来て、日本政府の重い腰もようやく上がり始めたみたいでよかったよ。敵基地攻撃能力の保有と戦闘機での敵基地攻撃について閣議決定されるまでに至ったからな。明日にも攻撃を受けるかもしれない、そんなリスキーな状況であることを、どれだけの人々が理解していたのかはわからないが、自分の国は自分で守るという、当たり前のことを実践することは大切だぜ。それを躊躇させるようなことは、国内からでも他国からでもやめてほしいよ。そうだね。さて今回は敵基地攻撃能力の基本と、それを取り巻く周辺国への影響などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。皆さんは、ウクライナがロシアの侵攻を受けている様子を、リアルタイムに目撃している時代の証人になっているよね。そして、ウクライナの出来事が他人事に思える人もいれば、そう思えない人もいる。これが今の日本の実情だよ。そもそも、明日の朝、北朝鮮が日本を攻撃すると言われて信じる人間が何人いるのかな。2000年代に比べれば信じる人もいるだろうけど、その人たちはこうも言うんじゃないかな。アメリカと自衛隊がいるから、反撃してくれれば、北朝鮮の方がむしろ負けるって。でも、アメリカが自衛隊と一緒に戦ってくれる保証が、一体どこにあるんだろうな。日米安保条約があるじゃないかという声もあるが、ウクライナとロシアの争いに対して、予期仲裁者を演じるか思われたアメリカは、ロシアに対して経済的な警告しか与えることができず、自分の投入を明確に否定したことで、ロシアに侵攻を決断させた一面は否定できないぜ。つまり、日本は日米安保条約にあぐらをかいて、肝心な時にアメリカに守ってもらえないのではないかっていう、
そういうリスクをしっかりと認識して、自分の国は自分で守ることを考えなくてはならないってことだね。ウクライナ情勢がどうあれ、南西諸島の島民の間では危機感が以前と比べて増している実情があるんだ。にもかかわらず、沖縄県知事と現地メディアはその危機感についてあえて触れないようにしているのか、それともわかっていて触れないのかはわからないけど、県民がみんな気づいている明確な脅威について、報じることもなければ、対応について語ることもないよね。辺野古の海を守れ、普天間の基地をなくせ、アメリカの基地は沖縄にいらない、そういう報道は常日頃からなされているけど、ではそれらの全てが実現した時、赤色の国旗が掲げられていても平気なのかな。マスコミも偏向報道を指摘されないようにするためか、中には沖縄独立論を打ち出すマスコミや専門家も出てくるありさまだしな。独立したとして、それは中国の属国としての沖縄を目指すことになるのかどうかはわからないが、何かしらの政治的意図を持った、別の意味の偏向報道であるとも取れるよな。さて、そんな状況下において、日本政府が敵基地攻撃能力について真剣に検討を始めたことは、非常に喜ばしいことだよね。敵基地を攻撃するなんて、戦争をする国になってしまうとか、憲法9条があるのにという報道はどんどん聞こえてくるけど、皆さんに誤解されたくないから説明していくよ。ここで言う敵基地攻撃能力とは、日本の領土が攻撃される、日本の国民の生命や財産が失われる非常時において、その危険が明白になっている時に、初めて行われるものなんだ。一部の活動家が煽っているけど、領土的野心を持って敵基地を攻撃するのではなく、日本の領土、国民の生命や財産を守るために攻撃をする防衛のための攻撃であること、そのことをぜひ誤解しないようにしていただきたいと思うんだよね。敵基地攻撃能力を一番に行使する可能性が高いのは、北朝鮮だよ。2022年になってから、超音速ミサイル、弾道ミサイルなどの発射実験を繰り返し、すでに正式採用されたミサイル群は日本をターゲットに配備されていることは間違いない情勢で、日本としては撃たれる前に攻撃して、その能力を奪っておきたいところだね。北朝鮮のこの行動は、日本のミサイル防衛は機能するのか、日本の防衛システムに対する根源的な命題を突きつけたとも言えるわけで、どんどん北朝鮮の行動がエスカレートするたびに、日本では敵基地攻撃能力についての議論が沸騰する、そんな展開がしばらく続くのではないかと思われるよ。現在の日本のミサイル防衛システムは、核弾頭を搭載可能な弾道ミサイルの迎撃に重点を置いて構築されているけど、発射時より弓なりの軌道を変えて飛翔する弾道ミサイルの場合、着弾地点の予測が比較的に容易なため、それらに対処する仕様となっているのが実情だね。だけど、近年北朝鮮が実験を繰り返しているミサイルは、変則的な軌道を核とされている新型の弾道ミサイルや、もともと低空を飛翔して目標に向かう巡航ミサイルであり、現行の日本のミサイル防衛システムが果たして通用するのかどうか、大きな問題に直面しているってわけ。日本にとって幸いなのは、北朝鮮と最短距離で対峙する韓国軍と在韓アメリカ軍の存在だよね。北朝鮮の動向によっては、それらの戦力が第一次攻撃を行ってくれるであろうことから、日本に対する先制攻撃を実際に北朝鮮が行うかといえば、まず自国本土の防衛を優先することになるだろうし、仮に、北朝鮮が先制攻撃を行っても、韓国軍と在韓アメリカ軍が保有するミサイル戦力の反撃に自国が被る損害の方が圧倒的に上回ることは現実であり、北朝鮮もそのことを十分認識していることから、これこそ抑止力が機能している状況とも言えるよな。ちなみに、周辺を敵国に囲まれているイスラエルでは、アイアンドームと呼ばれる防空網を構築しており、その精度は弾道ミサイルのみならず、兵士が携帯して発射するロケット砲すら迎撃する防空網となっていることから、周辺敵国に対してもかなりの脅威を生み出しているよ。とはいえ、このアイアンドームといえども、敵のミサイルやロケット弾を迎撃するには、その目標1箇所に対して2発の発射を行う必要があるため、物量に物を言わせた波状攻撃を仕掛けられてしまえば完全な防御ができなくなる場合もあるみたい。同様の状況下にある国といえば台湾もこれと似た状況だな。圧倒的に優勢な中国軍に対し、多数の地対空ミサイルを配備して中国軍の航空機の接近を阻止する戦術を取り、有効な防衛網を構築している状況だが、昨今では中国軍機外角的に台湾領空を侵犯する飛行を繰り返していることから、
これらの威嚇行為に対してどのような対応をするかが課題となっているぜ。台湾は、2021年以降にアメリカからイージスシステムの更新契約や、最新型戦闘機の購入契約などを立て続けに締結しており、明確な同盟関係ではないものの、アメリカの傘に言うことを中国にしっかりアピールできている状況だよ。そのことも、台湾が自国を守るために必要な行動と矜持を示したものであり、日本もぜひ見習うべき部分だと思うね。では、日本の敵基地攻撃能力に話を戻そうと思うよ。他国が様々な知恵とパワーバランスを保ちながら自国の防衛に勤しんでいることは明らかだけど、やはり有効な兵器の存在が、敵国の侵略意欲を削ぐ効果があることは否定できないんだ。日本では、尖閣諸島周辺海域への中国の圧力の高まりを受けて、中国海警局やその背後に控える中国海軍の艦艇の接近を阻止するため、2019年3月に奄美大島、2020年3月に宮古島への人に意識地対艦誘導弾を配備したよ。人に意識地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているね。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程と言えるほどではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長を行うことを決定しているよ。さらに、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだけど、この部分まで性能を高めることを想定しているみたい。また、重装は車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によって、いつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する効果的な威圧を行うことを目指しているよ。現代の国際情勢において、敵が日本を攻撃することを躊躇させるためには、報復的な反撃が可能な兵器を保有するしか現実的な対応策はない。そのことは、ロシアとウクライナの状況を見ても明白だよな。一蓋式地対艦誘導弾の改良型は、まさにその報復的な反撃が可能な兵器であり、敵基地攻撃能力を十分に有することのできる、日本の国防に欠かせない兵器だぜ。にもかかわらず、日本が敵基地攻撃能力を持つことを憲法違反などと叫ぶ人々には、これ以外の方法で国を守ることのできる方法をぜひ示していただきたいよね。その上で主義主張を唱えていただきたいと思うのは、多くの良識的な日本国民が思っていることだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。